To start the uh, second half of the program, we have Ms Susan Cooper from Mitsui Co Europe and her topic today is plastic, packaging and perfectionism in Japan. Thank you Susan. 皆様こんにちはスピーチを始める前に簡単に自己紹介をさせていただきます私はスーザン・クーパーと申しますニュージーランドで生まれ育ってから文部科学省の奨学金制度で日本の大学に5年間通いその後イギリスとハンガリーの大学院に進み現在原地採用でロンドンの商社に勤めています 本日は環境問題について特にプラスチックとパッケージを取り上げてお話ししたいと思います。世界中の国はトランプ大統領を無視してパリ協定を守るつもりですがさて日本はどうでしょうか実は日本は1人当たりのプラスチックごみ排出量が世界で2番目でパリ協定を批准していても 去年の G7 海洋プラスチック検証には日本とアメリカだけが証明しませんでした。一方、環境省は同年にプラスチックごみ削減を検討することに初めて着手し、2030年まで使い捨てプラスチック排出量を25%削減する目標を掲げました。日本は 環境問題の観点から見ると、プラスチックとパッケージにおいて、良い,い面と悪い面の両方があります。それは完璧主義に影響されているのではないかと思います。まず、良い,い面について考えてみたいと思います。日本は完璧主義な人が多くて、プラスチックとパッケージの捨て方は徹底しています。 日本のゴミの分別は缶と瓶とペットボトルと燃えるゴミと燃えないゴミと複に分かれていて非常に細かく外国人にとっては分かりづらいです私も日本に住み始めた時燃えるゴミとは謎でした火をつければ大体何でも燃えるからです 日本に比べてほとんどの欧米の国は分別が大雑把でリサイクルと普通のゴミの2つしかありませんしかもそんなに簡単なのにそれすら守らない人が多いですそれに比べて日本のペットボトルのリサイクル質があんまりにもよくてにあそのペットボトルは マンチェスター・シティとバルセローナのサッカーユニフォームとして再利用されたほど、完璧で環境に優しい捨て方をしています。OECD ・経済協力開発機構によると、日本の一般廃棄物の直接埋め立て率はわずか1%です。スウェーデン、ドイツなども日本と同じくらい0から1%ですが、 ヨーロッパの平均は29%ですしかし私はこの課題を調べた時ショックを受けました日本はゴミの分別が徹底しているのにリサイクル率が先進国の中でも低い方だからです OECD 加盟国の平均は25%なのに日本はそれを下回る20%です それに対してドイツは48%です。イギリスは大雑把なスな捨て方をしていても、実はリサイクル率が27%で、日本より3割くらい良いことになります。ヨーロッパ全体の平均も28%です。日本のリサイクル率が低い原因はサーメルリサイクル依存だからではないでしょうか。 日本のゴミが7割ぐらいが燃やされエネルギーを作っています。サーマルリサイクルは埋め立て処分場のメタン排出量を減らし環境にいいんですが廃棄物の発生を助長させ本来のリサイクルの技術開発への投資を阻害します。プラスチックを燃やすと、 その分子は新しいプラスチック製品を作れず、循環経済になりません。日本人は協調性が強くて、綺麗好きで、ポイ捨てなどはあんまりありませんが、リサイクルに対しての認識が薄いので、もう少し改善の余地があると思います。次に、日本の完璧主義とプラスチックとパッケージの 悪い面について考えてみましょう。それは過剰包装や使い捨てプラスチック製品などです。日本でも最近は過剰包装は問題視されています。日本のクッキーを買うとカントリーマームのようなクッキーでも中が小包装されまたおしゃれなクッキーなら例えば翼目などは 1一枚ずつ包装された上、おしゃれな箱に入れられ、その上にギフトラッピング、最後に高級感のある袋に入れて渡されます。ちょっとやりすぎと思いませんか日本人は完璧主義な人が多くて、優れた品質になれています。過剰放送には贅沢感や の物の洗動や衛生のいろいろな理由がありますイギリスのラッシュという化粧品ブランドは多くの製品は包装されていないので日本で商売し始めた時不衛生だと思われて問題があったようです日本のプラスチックの使いすぎは過剰包装に限られていません コンビニは便利さが売りだと言っても必ずフォークやビニール袋をつけてくれるところは丁寧のやりすぎでしょうでも実は私自身葛藤があります私は日本のお土産の高級感も日本のサービス精神が大好きで消費者として嬉しいんですが 環境の観点から見ると決して良いとは言えません。日本は経済力と人口が世界3番目と10番目、非常に影響力の強い国です。しかも、第二次産業が強い国なのに資源があんまりないので循環経済は有益なはずです。日本の化学品メーカーや紙の会社は、 革新的なパッケージ製品を生み出しています。このようなイノベーションも大事ですが、プラスチックをまだまだ減らさないと CO2 の排出は続きます。世界は環境に対しての関心はどんどん高まってきています。日本の過剰放送はおしゃれで、使い捨て文化は便利ですが、このまま続いたら、 パッケージのガラパゴスになるかもしれません。日本の完璧主義のいい面はゴミの分別が徹底して埋め立て率が低いことですが消費者の期待に応えるためにゴミを作りすぎています。日本はヨーロッパの大雑把なところから学べるかもしれません。クッキーは 小放送なしで十分満足できます。以上です。ありがとうございました。スーザンさんありがとうございました。えー、日本の完璧主義は好きですか？はい、好きです。あの日本に住むとすべてが綺麗で、それがすごいあのなんですかね、あの道で歩くだけで。 ゴミがあまりないのが気持ちいいです。それを反完璧主義にするのは難しいですね。そうですね。でも完璧主義だからこそ、完璧主義のように。直せるかもしれません。はい。えっ、ー、と、日本にも住んでいらっし、ゃ五年間。はい、そうですね。いらっしゃったっていうところなんですけど。うんはい、まあ、日本のある意味好きなところであり、ちょっと。 考えなきゃいけない完璧主義ですけども一番大好きなところはどんなところですかあ、それはちょっとあの言うのが簡単すぎかもしれませんが私の一番好きなところはやっぱり食べ物です <laughs> 日本の食べ物大好きです苦手なところは完璧主義以外でうん 完璧主義以外で難しいところはやっぱり私は背が高い白人なので結構目立ってしまいますで私は日本語で喋ようとしてても相手がそれを理解できず英語で頑張って反応する人がいっぱいいますそれはちょっとあの何ですかねやっぱり日本は 一つの文化しかないから外国人にあんまり慣れていないところもあります。ありがとうございました。あのえっ、ー、とリサイクルがリ,リサイクルの率が日本は非常に低いというお話で、はい、私もちょっとびっくりしたんですけども、あの日本に住むとやっぱり分別ごみあの燃える燃えないだけじゃなくて、あのいろんな十五種類ぐらいに分かれてるんですよね。 だから、それで、それでもやっぱり、あの、低いということは。やっぱりリサイクルをしてなくて。何を、何をしているんですか、その分別したのをちゃんと、はい。例えば、缶のありますよね。缶をリサイクルしないで、他に使っちゃうんですかね。なぜ、なぜ低いと思います、日本は。あの、その缶の場合だと、多分それは、その20、二十パーセントに入ると思います。そのリサイクルの二十パーセント。それ以外だと、プラスチックや紙などなどは。 あの燃やしています。だから私はあのスピーチの中でサーメルリサイクルと言いましたが、それはあの燃えるゴミはそこに入りますので、あのプラスチックを出す袋がちゃんとありますよね。はい、そうですね。あれも燃やしちゃうんですか。 知らなくてすみませんけど。あの、私は専門家ではなくて、分かっている限りで返しますが。あの、やっぱり、それは、あの、燃やしていると思います。あの、数字を見ると。多分、私は一生懸命紙と。あの、ビニールを分けて出したなのに。全部燃やしてしまいます。<laughs> <laughs> ダメですね、それはね。はい。ちょっとがっかりします。がっかりしました。あの、あと、話で、話の中で、あの。 循環経済ということが言葉がありましたけれども、はい、これをもう少し具体的に多分ゴミの,あの処理の循環経済っていうことはどういうことなんですかねはいあの循環経済はあの、まあ、理想的な考え方ですがもし私たちが本当にあの循,あの循環経済にすれば例えば私はあのシャンプーを買う時だといあいプラスチック ボトルで来ますよね。そのボトルを燃やすとかより、そのプラスチックボトルを出して、また液体を入れ直して再び変えることになります。それはちょっと簡単な説明方ですがそれが循環経済の一部というか。はい、なるべくゴミを作れず、あの燃やすゴミとあの埋め立て処分場に行かないように、あの自分の 死の物のパッケージが使い続ける経済のあり方です。例えば、あの買い物に行くときに自分の袋を持っていくのもそうですよね。はい、そうです。あの、日本のスーパーでも最近。あの、お金を取るようになりましたよね。プラスチックバッグに、キャリアバッグに。はい。だからそういうことをもっともっとやれば、ゴミが減るということでしょうかね。はい、まあ、あの。<laughs> そういう、なんですかね。 やっぱり私たちは人間として自分のビニール袋1枚は影響ないと感じますがやっぱり世界中の皆さんはそのビニール袋を毎日買ってるものですのでそれは影響ありますね循環経済にはあの。スーザンさんは例えば高級感があって日本の包装はいいと言ってますけど、はい、これからこれも我慢しなくちゃだめですね。 <laughs> ガムとは必要ないと思いますけどあのより環境に優しい放送し方を考え出した方がいいんではないですかね例えばあのフランスの方の品の物も高級感ありますよねでも日本と同じレベルの放送がないですのであの、まあ、あの日本は日本なりな放送し方は 生み出した方がいいいと思いますあの多分日本でも過剰放送は問題になってますので、はい、多分これからあのそういう意見が出てくると思いますけどもあの皆さん気をつけましょうね <laughs> ど,うもどうもありがとうございました <laughs> ありがとうございました。 next speaker i'd like to introduce is miss melissa parnaby from hokuriku bank and she's going to be talking today on brexit and japan-uk relations 実は私は今回のスピーチコンテストに参加するはずではありませんでした選ばれなかった時は残念に思いましたが来年のコンテストに出られるように頑張ろうと決めていましたがき昨日の夜8時頃私の <laughs> 電話が急になりあの私はコンテストに参加することが決まりましたそうです <laughs> <laughs> えっとでは 今回どのテーマあの昨日の夜どの今日はどのテーマについて話をしようかと考えた時私が日本,あ日本を好きな一人としてあ、えー、と日本とイギリスの関係がいい話題だと思いましたので今回は EU と EU の離脱がどうやってあ日本日英関係に影響されるかについて話,話させていただきます。 英国では1000以上社の日本企業が事業を展開しています。そして日本の企業は私のような人14万人14万人雇っています。多くの日本の企業は英国をヨーロッパの限界として取られています。しかし英国が EU から離脱すると日本とヨーロッパの国々との貿易は 今のようにに順調に続くかは分かはりません。関税が導入されたら別の国へ移動する企業はあると思いますがヨーロッパこのようにヨーロッパに展開している企業が離脱の後もイギリスにとどまるかは不確実です。 日本が英国から撤退すると多くの人が仕事を失いそして英国の経済も悪くなるでしょうしかしこんなことは実際に起こるかどうかは調べていません皆さんはこちらのニュースを最近ご覧になったかもしれませんが日産は最近サンダーランド市の営業をやめることにしましたそのエクストレール SUB という新型,新型車の 生産を移動日本に移動することにしました英国の自動車産業は特に EU の離脱に影響されると思われますなぜならば、えー、と日産のような企業は英国で自動車を生産してからヨーロッパの国々に輸出しているからですこのことにより日産のような企業は今のまま えと順調に英国の国々と貿易との貿易が続けるかどうか心配していると考えられます2016年にその国民投票のすぐあとメイ首相は日産にそして他のいろいろな企業にも、えー、と離脱に関しての懸念を払拭するための手紙を出しましたその手紙の内容は投資などの約束だったそうですししかし、えー、今の英議会は すすごく混乱してますね <laughs> このようにあの多くの企業がイギリス英国の将来を悩んであのそしてロンドンイギリおよびイギリスからいろいろな欧州連合の国へとの貿易が将来にもできるかどうか考えてます。<laughs> 現在の政治的状況がとても不確定で いなき離脱の心配もとても広まっていますので英国の自動車産業が日産のように動くかどうかはみんなの心配ですですが日産は英国の EU 離脱だけであのサンダーランド市の営業活動をやめたわけではありません実は日産はさまざまなことを公表しておらず多くの原因がありそうです 例えば日産のヨーロッパ内の売り上げがすでに落ちていましたまた前出のエクストレイル SUV はヨーロッパ内ですでに人気の人気差を失っていました <coughs> 昨,日の昨日はようやくメイ首相が議会で労働党の公民主党に答えの批判に答えサンダーランド氏の日産視点では誰もの仕事を失わて 失,わらず失,失,失っておらず日産の動きは離脱に直接関係するわけではないと確認しましたつまり離脱のせいで日産のような企業は日本の企業は離脱のことを心配しているのは確か,、うん、確かだと考えられますが離脱の悪影響を懸念するのはまだ早いと思います。 <laughs> しかし、合意なき離脱が実現,実現すればさまざまな悪,悪影響が出ると言われています <laughs> 離脱の結果はまだ誰も分かりませんので、メイ,メイ首相の離脱案が議会で可決されたとしても英国,の英国で事業している日本の企業は何も変わらないと考えられます。その上メイシアン が進めなら日本との関係をより良くすることができると考えられます。例えば先月安倍首相とメイ首相の交渉会合が行われました。安倍首相はメイ氏の離脱案を公に支持する世界で初めての首脳となりました。安倍首相はイギリスの欧州連合の玄関として呼べ。メイ氏が 推進されるるように希望ししていると締めました安倍首相は英国との関係をさらに発展させたく英国に事業活動をしている日本の企業の安定させるためにを安定させるためにを安定させるために名刺案が成功するのは安倍首相及び日本国民の意思だと述べました1月の公害でメイ首相はメ首相と安倍首相が議論した内容は 広範囲に渡りましたこれからどうお互いに助け合えるかどうかの話がありました例えばまず英国の牛肉とラム肉の日本,国日本肉の販売禁止令を解除することにしましたそれは5年間の間1億2万千ポンド以上,の想定する以上想定すると考えられます続いて お互いに医学の研究を協力することも確認しました例えばイギリス人と日本人の腸脂肪、うん、症脂不全の治療のためイギリス人とともに日本人の専門家が協力することようです両首相は文化の交流まで協力していこうと決めましたロンドンのナショナルギャレリーは重要な 絵画を一時的に日本に対応することになりましたその他にも2人,の2人はビジネスやイノベーション環境保全人口うちのデータ取得日英同盟などの話題についても話し合いました1月の豪会で議論をしたことを踏まえると英国は EU から離脱した後でも日本の 日本と良い関係を維持できる。ので、のではないかと思います。安倍首相としても方針通りに。英国が E. U. から離脱するならば。日英関係がを良くする。をより良くできると感じています。まだ。両国にとって。メイ首相が。メイシアンが可決されない場合は。 自国の経済、またさらに貿易関係の悪化まで、まぬく恐れはあるのではないかと思いますが、将来の日英関係が順調に進むには、私は願っています <laughs>。以上で私のスピーチを終えたいと思いますので、ご清聴ありがとうございました <laughs>。リッサさん ありがとうございました、はい、あの昨日の8時に出てくれないかっていうふうにお声をかけられて出てきたっていうことを、まあ、ちょっと調べてたんですけど「当たって砕けろ」とか「一か八か」「思い立ったら吉日清水の舞台から飛び降りる」「乗りかかった船」といってもうどちらいい面と悪い面と両方あるんですけども日本語のことわざとかで。でも私はあのに をを得ずあの危険を犯して何かをしなければ大成しないっていうことが一番ぴったりかなと思ってまずここのねあの引き受けられて登場されたことにすごく拍手を送りたいと思います。<laughs> ありがとうございまたなかなか私だったら多分できなかったかなと思うので素晴らしい行為だと思います。ありがとうございました日本語はどのぐらい勉強されてたんですか えっと私は12歳ぐらいに日本語を勉強し始めましたがそしてまずは普通の学校の後の部活に参加してそして家庭教師と一緒に勉強して大学で日本語とフランス語のダブル専攻を受けて今は日本の企業に勤めています <laughs>、はい、なぜその12歳から日本語を勉強しようと思われたんですか やっぱり、多分みんなと同じ理由ですが、アニメのきっかけで、日本に興味を持つようになって。はい、あの、勉強したいかなと思いましたので。はい、アニメ何が一番好きですか。まあ、子供の頃は、やっぱりポケモンでしたね。<あ> <laughs> はい。ありがとうございました。はい、えと、あの。昨夜の今日で、えー、ちょっと大変だと思うんですけども、はい、あの。今、原稿を見てましたけども。 それ日本語で書いたんですか、全部。<ん>その原稿紙は、はい、日本語で書いたんですか。はい、日本語で書きました。すごいですね。それで、それは漢字がたくさん入ってます。<laughs> あ、はい、かん、ふりがなは書いてます。その漢字の読み方はすべてわかりません。<laughs> あの、ご苦労様でした本当に大変でしたね。ありがとうございます。頑張りました。あの、ブレクシットに関して。かなり楽観的ですね。はい、あの、<え>日本との関係はあまり。 あもっと良くなるだろうという日本と見ればせけど、はい、イギリス自身は EU ノーディール出たらどうなるんでしょうね。はい、そうです、ね、どうなるんでしょうね。<laughs> それは私も知りたいんですが、でも最近のニュースに出たのは秘密のグループが合意なき離脱の準備をしているようですが、そうですね。<laughs> でも今起こっているのはまあ、私の意見なんですが。 ただだの政治的なゲームだと思います多分最後の最後になんとなく解決するかもしれないんです <laughs> なんとなくってのはど,なんどんななんとなくですかね <laughs> 多分その保守党内の,あの名刺に反対している反落者が最後の最後にそのあの、まあ、さ最大の状況を避けるために多分名刺を支持するようになるかもしれないんです。 あるいは、労働党の議員が、その合意なき離脱を避けるために、おそらく。名刺の、名刺の離脱案に、あの、お可決するかもしれないんです。でも、本当に合意なき離脱が実現すれば。まあ、この日、その秘密グループが、なんとなく。あの、あの、まあ、なんとなく。するのは希望してます。 ななんととく秘密グループいあの例えばね今日本企業があの日産はあの、うん、投資しないのは、はい、ブレックスト関係ないという話でそれはベイさんの話ですけども、はい、例えば日本企業全般でやっぱり今心配してるのはあの合意なき離脱をした場合に、はい、やっぱりイギリスからヨーロッパの方に本拠を移すっていう会社が 多いような気がすするんですけど、うん、あのメレシャさんも金融機関に勤めてますけど大丈夫ですか <laughs> 私は日本の企業に勤めていますのでそれも少し心配しましたがあの所長に聞いた時は <laughs> 彼によるとそれはならないと言っていますので <laughs>。ならないってな <laughs> ならないと言ってでもよく、まあ、誰も分かりませんね。うん <laughs> でも関税同盟にとどまらない場合はやっぱり他のの、e、EU の国に移すのは多分、移すことを考えている企業が多いかもしれませんのでまだは誰もか早いんですので結果が出る前には誰も分かりませんので多分、それまで待つしかないです。でも,うもうすぐですよもうす <laughs> そうですねもう3月29日ですね、でも延長する、私も何も公に発表してないですが私の意見はそれが延長させるかもしれないです、うん、もう時間がなくなっていますのでこれから心配な時期ですね、どうもありがとうございいましたはい、ありがとうございました。<laughs> And the next speaker I'd like to introduce is Mr. Robert Marasine from the University of Bucharest, where he's studying for an MA. And he's talking today about Generation Y to Generation Z, understanding the youngest employees. ご紹介に預かりましたボカレスト大学経営学部の修士課程のマラチン・ロバートと申します本日は Y 世代から Z 世代への変遷現在20代になったばかりの若者たちについてこれからお話しさせていただきます内容はあくまでも私の試験に基づいたものであることをあらかじめご理解いただきますようよろしくお願いいたしますまずは簡単な自己紹介なのですが 私はルーマニアに生まれ義務教育を終えた後に日本に留学しました最初の1年間は東京外国語大学で日本語を1年間勉強しその後の4年間は経済学を専門に名古屋大学で学び2014年の春に卒業しましたその後は食品添加物とも利用される酵素を製造する会社に就職し 4年間の間は日本にある本社とこちらイギリスにある支店で勤めていましたそして去年の秋からはえっと今ブカレスト大学の修士課程に入学し今に至ります日本語を日本語は日本を離れてからコートで使う機会がだいぶ減ってしまいましたため本日のようなえっと日本語を使う素晴らしい機会を生かしてこれから頑張りたいと思います、はい さて本題ですがその Y 世代いわばミレニアル世代とも呼ばれていますが彼らはその80年代から1995年までの間に生まれた子どもたちを指しています彼らは現在その20代後半もしくは30代の若者たちとなり、えっと、社外人としての最初の貴重な数年間の経験を既に得ていますつまりそのそこでえっと 新卒採用の話になりますともう次の世代 Z 世代の子どもたちの順番が回ってきていますそして彼ら Z 世代を前の Y 世代と一緒にしがちな傾向があるようなのですが実はその Y 世代の先輩たちも彼らの価値観を理解するのにとても苦労していますその私も実は Y 世代なのですが今はちょうど現在その大学に戻り えと若い Z 世代の学生たちと日々交流していますが彼らの,その将来のキャリアアップやその待遇と福利厚生に対する願望の薄さとまたそれとは逆にその充実かつ安定なワークライフに対する優先度の高さに正直驚いています。<laughs> まあそれは 私がもう彼らとは価値観を共有できない時が常についていることで少し寂しい気持ちにもなっていますがまあそれは本日のテーマのきっかけにもなったともいえます。はい、さて先ほどはそのアンテナワークライフと言いましたが実はその Z 世代の若者たちはそのアンテナ将来のに対する望みが すすごく強いといいととう傾向があるとされていますそれははいえっと例えば、うん、よく勉強していい大学に入ってそうすればいい仕事も見つかるので自分の処理は保障されるというような概念とは少し違いますそれは彼らの安定な将来に対するイメージが異なってきているからなのです彼らえっと 一生同じ会社では働きたくてもおそらくは働けないだろうと消極的に見ています。その、うん、それをその原因とさ一般的にされているのは彼らがリーマン職の間で育った子供たちだからだと一般的にされていますが、実はそれ以外にも現在はそのニュースでよく聞くその AI 自動化。 機械学習という技術の進歩によって彼らの将来の仕事は奪われるのではないかとも恐れていますそしてだからだとも言えますが彼らにはもう一つの傾向があります彼らはそのやりがいのある仕事をつまり強いて言えばロボットでは真似できないような仕事を求めていますそしてそのような仕事に就くための努力を彼らは決して惜しみませんはいそして 話は少し変わりますが、彼らはその、うん、デジタルネイティブとも呼ばれている、まあ、つまり最初のデジタルネイティブになった世代とも呼ばれていますそれはインターネットやデジタルあデバイスという共通点ではその Y 世代とはあまり変わらないのですが Y 世代はその技術が発展つまり台頭しつつあった時代に育った 世代なのですがその意味では Z 世代はその技術がすでに完成していた時代に生まれ現在成長した彼らは SNS やスマートフォンをスマートフォンに当たり前のように親しんでいますそしてそこで新しい今までになかった事象が起きてしまいましたその彼らだけではなく今までにはその、うん 価値観のの違う人たちの間では、つまり彼らは相入れることはとても難しかったのですがインターネットや SNS の発展によってそのような人たちとの接点がすごく増えてしまいましたため現在の Z 世代の若者たちは多種多様な価値観を持ちながらもそのお互いの個性またはその価値観を尊重し合うようになりました。 個人的にはここれがとととても素晴らしいことだと思いだ思ます。ただそれと同時にその最近の研究ではその価値観の多様性が世代論が成り立たなくなりつつあることをの原因ともされていますそれはなぜかというとその Z 世代を同一集団として扱うことが難しくなったからなのです。はい。 そして例えば、えっと、日本の Z 世代の学生の Z 世代の若者たちを中心とした、えっと、研究や、うん、その記事を読みますと彼らが、うん、その Y 世代から引き継いでいる特徴が比較的に多いことという印象を受けます。と福利構成の高さに重点を得ています。特に男子がなのですが。 はいえー、っとそしてこのような複雑な Z 世代は、えー、っと雇い主である会社の観点から見れば彼らをどのように受け入れられるかまたはどのようにして長くいさせるのかが問題となっていますそれはつまり彼らをいかにして満足させられるのかなのですが、えー、っと以前にも述べさせていただきましたように彼らのその アンテナ将来のためのスキルをできるだけ覚えさせる機会を与えたりまたそのロボットに真似できないやりがいのある仕事をやらせたりまたそれらを、えー、っと求人広告でできるだけアピールしたりすることがメインとされていますそしてそれ以外にも会社が、えー、っと最新のデジタル技術に追いついていることを に追いついていることをアピールすることも大事です例えばえー、とメールや電話でのやり取りだけではなく社内専用の SNS プラットフォームなどを利用していることをアピールすれば Z 世代の若者たちは大きな関心を持ちますそしてこのことはいわばデ,デジタルネイティブである彼ら と同じ言語を話せることを思いしますこのことはうんその多種多様な価値観を持つ Z 世代と調和するための大きなファクターにもな,にもなりますそしてさいそこで最後にはもう一つの大きなファクターとして紹介していただきたいのはその彼らを理解するための動力を惜しまな,惜しまないことです。もちろん えっと独自の調査やそ,のそれを支えるための会社づくりも必要になってきますがその前にえっと若手世代とを理解するために従来のやり方でつまり新入社員をそのみに誘ったり親睦を深めたり人間関係をできるだけ充実にすることが今までとおりとても重要です。 そしてただ本日述べさせていただいた内容をできればご参考にしていただいて偏見のない心を持ちつつ彼らとこれからも接していただければ幸いと思いますそしてその努力の先には Z 世代の若者たちを社会もしくは会社のためとなる人材として えと迎え入れられる迎え入れられることができるはずです。ご清聴ありがとうございました。ロバートさんありがとうございました。はい、えー。Y 世代の前は何世代になるんですか。X 世代なんです。その世代とは仲良くされてますか。えっ、ー、と先輩たちでまあその。 摩擦もたまにはあるんですが具体基本的にに仲良くしています特にお酒の場で <laughs> あの世代の話はいつもあって私たちが私が若い時は宇宙人っていう世代にあの日本語では言われた世代なんですけども、はい、あの毎,毎回その上の方々が新しい世代に何か特徴を付けていくっていうのがすごい面白いなと思いました。はい、はい えとまあそういった面白いお話をしていただいてまあ日本語でまあ説明していただいたんですけどもまあ日本語をね長い間学ばれてい,いらっしゃるんですけども人生何か変わりましたか日本語を学んでいて。えっとですね <laughs> 大きな視野を持つようになったことと私が日本に行ったのはまだそのなんていうんですかえっ、ー、と 17まだ17歳だったのでもう大人になったのは日本だったのでもうこれではもうすでに自分の人生の半分が日本語と日本のおかげだと言えますまあ大人になった時期が特にですねそれは幸せでしたかはい <laughs> ありがとうございました今はは離れて少し寂し寂いいいででですすすまたた戻りたいですか、はい、そうなんですありがとうございました あの yz 世代 z 世代って面白い話でした。はい、あの私は a 世代なんですけども、<laughs> <laughs> あの z の人なんでも全然外国人っていうか言葉も数字ないことがあるんですが、はい、例えば x と y と z でもかなりもう違うわけですよね。はい、そうなんです。特に多分日本人の方。まあ特に上司に言われたんですが、えっと y 世代が生意気とかその自分勝手だとかそういうようなことがあったんですが。 本日のテーマのためにそのいろいろ調べたところ、ああ私のせいじゃない世代のせいですねということがよくあります。<laughs> 世代のせいにしちゃうわけですか。はいはい。そ <laughs> こまあすごく心が軽くなりました。今あの若者と付き合っ若い学生さんと付き合ってるっていうか交流があると言いましたけれども、はい、あのえっ、ー、とルーマニアでしたっけ。はい。でもでやっぱり若い世代とあの。 バイ世代は葛藤というか違う言葉を使ったり価値観が違ったりそういうことはありますか日本だけじゃなくてはいありますそしてルーマニア大学で今は結構留学生も多くいましてそれらのでの共通点も意識できたのででまあ最初は自分やはり自分は年を取ったなと感じ実感しましたけど <laughs> まあそれは言えません、まあ、あの例えばゼ世代は ロボットが嫌いというかロボットができない仕事をすることを求めてるという話、はい、つまりやりがいのある仕事自分を幸せにしてくれる仕事自分の仕事が未来,未来栄光を奪われることのない仕事ができれば彼らはすごく安定な上昇にもなりますのでそれで彼らの優先度のこれの優先度の高さがすごく高いと思います。 ロボットができない仕事をするんじゃなくて、ロボットを使う仕事っていうことも、使うまたは作ることとか、ロボットを作ることとかね、そういうことをしたいわけですね。はい、はい、そうなんです。そうすると、これからの新しいビジネスというのは、そういう人たちを使わなくちゃいけないわけですよね。はい、そうなんです。そうすると、かなりあの Z の人たちの考え方を理解しないと、A 世代はなかなかやっていけなくなるという感じですね。 んーまあそうなんですその、それは会社の未来ですので、彼らを理解、むしろ今回の世代は理解することが特に必要なので、はいいそれがととても大事だと思いますあの理解するためにはやっぱり、昔流の上司が、今ょんばんに行こう、それで問題あるかとか、はい、そういうことがやっぱり必要だっていうふうにおっしゃいましたけど。私個人のの意見ですですので <laughs> はい ととても大事だと思いますでも例えば欧米人の,その、うん、研究なんですが彼らを飲みに誘いすぎると彼らは結構くるっとしてしまいますのでこれが、うん、まあ嫌になってしまいますので多分むしろアプリを使ってチャットメッセージを送った方が早いかなと思います。 And uh, finally our last speaker for the day is Mr. Graham Lawrence from Hitachi Europe and today he'll be talking about 30 years working with Japanese firms some tips for achieving a successful workplace Thank you Graham Graham Lawrence 30年前、私が某日系企業のイギリス支店で働いていたときのことです。ある日、日本人とイギリス人の同僚が航路の始め、その日本人がストレスのあまり、突然、椅子を蹴飛ばしました。常日頃、とても温厚な方でしたので、周りにと我々は何事かと思いました。原因は文化摩擦にあったようです。私はそれ以来 となる文化や考え方の間で仕事をすることの難しさを認識しました。決して同じような状況にならないようにと自分の仕事をする上での大きな教訓になっています。本日日本人と共に働いた30年間を振り返って前向きな職場環境への提案というテーマを選んだ理由は私が今まで勤めた さまざまな業種の日系企業で感じたことを現在日英両国に関わる仕事をしている皆さんまた今後私と同じような道を歩もうと考えている方々と共有したいからです私の最大の希望は在営の日系企業の職場環境がうまく機能し 両国の関係がますますすすす発展することです私が仕事をする上での一つのゴールと考えております日本人とイギリス人の間で摩擦が起きる理由を考えればちょっとした気遣いで必ず日系企業の職場は明るくなると信じておりますさて本題に入ります大まけに分けて3つの視点から考察し いいいいくつかの提案をさせてたただきたいと思いますまず最初に責任感について、えー、私はかつて日本人社員にイギリス人社員に関するアンケートを行い次のようなコメントを得ましたイギリス人は詰めが甘い自分で自分の仕事を十分チェックしない緊急課題が発生してもマイペース普段通り帰宅する 頑張らない課題解決方法を熟慮せず諦める人が多いとまあイギリス人の私にとっては耳の痛い話で,すでもこれらの意見が示すところは日本人の上司や同僚に認めてもらい良好な関係を築くためにイギリス人が何よりも努力すべきことはつまり責任を持って仕事を完遂すること。 私は新入社員向け講習会でローカル社員にそう提案してきました。日本人にとっては当たり前すぎて驚かれるかもしれませんが実は指摘されて初めて自覚するローカル社員は少なくありません。そこに大きな文化の違いがあります。日本で働いたことがないイギリス人にとっては 日本人が求めている完成度を察することはできないのです。ですから日本人の方にお勧めしていることはイギリス人に対する不満をため込まず相手にストレートに伝えることです。言いにくいかもしれませんが私の経験上指摘されたイギリス人が気を悪くするケースはあまりありませんでした。むしろ彼らより良い評価を得るために 日本人の期待に応えたがっているという印象です。2番目に数字や計算について触れてみます。イギリス人は詳細,、えー、細かい数字への配慮が足りないと言われる反面、日本人は詳細にこだわりすぎるという意見を聞きます。イギリス人はまず全体像を考えるのに対して、日本人はまず 詳細を確認ししようとします日本人の観点からすれば小さなミスが存在するということは大きなミスも存在し得るということを示唆します例えば財務監査の際に小さな数字の誤差に納得しないのはそのような考え方が根底にあります逆にイギリス人サイドは の細かいゴスを立たそうとするよりも、えー、その労力を別のことに使う方がはるかに得るものが多いと考える傾向があります。どちらが正しいというつもりはありません。どちらも一理ありますので、ここで大事なことは職場の和を保つためにその背後にある考え方を理解し、お互いに尊重することではないかなと思います。 続いて3番目のポイントとして、えー、私が一番関心を持っている言葉と会話について取り上げます。日本人とイギリス人が英語で会話をしているとしましょう。話された英語を一生懸命理解しようとしている時に相手が次から次へと話し続けるのでついていけなくなるということはありますよね。日本人が 英語で聞いたことを吸収し頭の中で整理する時間を必要としているときにイギリス人がその空気を読めていない場面もよくありますこういった場面を少しでも減らすために私はイギリス人に対してもう少し考える時間を相手に与えるようにと助言をしていますまたこれは日本語英語両方に通じることですが 相手が1回で聞き取れなかった場合、別の表現に変えるのではなくとりあえず同じ文章をそのままもう一度言うことを進めてます。というのは表現を変えるると相手はさらに混乱するからです。か、う、で、ん、このテクニックは2回まで言うですがそれでも理解してもらえないなら諦めてゼロから言い直してもいいかもしれません。 このスピーチの後のしつけ答の際にもこの手のご配慮をいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、また言葉についてさらに言えば日本人からイギリス人はものをストレートに言わないので意図が分からないと言われたことがあります。どちらかというと日本人の方が曖昧だっていうイメージがありましたので日本人にとって イギリス人の意図が読みににくいといととう指摘は私にはとっても新鮮でした真面目な表情で冗談を言うイギリス人も日本人を困らせるようですが残念ながらこの簡単な答えはありません申し訳ありませんでも理解していただきたいのはイギリス人が相手をからかうのは相手に対して好意を持っているからです 最初は不愉快かもしれませんがイギリス人が大好きなユーモアを快く受け止めてくださいそうすれば職場は一層楽しくなりますこれは本当です私も新入社員だった頃イギリス人の上司に毎日からかわれていました時が経ち私が別の会社で働いておりましたところその上司が取引先であることが分かり 立場が逆転し顧客となった私は今度昔の上司に対してたくさんからかい返すことができましたそして彼はそれをとても、えー、心よく受け止めてくれました親睦を深めるために仕事の後のノミュニケーションを大切に思う日本人がいるようにイギリス人は社内での冗談を含めた気さくな会話 欠か,かせませんストレスの発散にもなります決してサボっているわけではありません、うん、イギリス人も常にユーモアを、えー、仕事の潤滑油として使ってますさてもう一つ潤滑油について話します、えー、皆さんはどのような表情で部下に物を頼みますかイギリス人に限らないと思いますが 部下にはスマイルで物を頼むと効果的です。幸い私はこのお手本となるような日本人の上司に恵まれた経験があります。彼は笑顔を絶やさない方だったのでイギリス人社員の間でスマイリージャパニーズと呼ばれるほど慕われていました。結局文化や言語によるハードルがあってもスマイルで乗り越えられる時は 少なくありません以上私がいつも感じていることをお話ししました少しでも皆さんのお役に立ちましたら幸いですブレクシットの行方は分かりませんが今後日英関係はさらに重要になっていくことは間違いないと思いますので私も引き続き日英関係の発展のために微力ながら頑張っていくつもりです ご清聴ありがとうございましたグレームさんありがとうございましたグレームさんは今職場でどういうご職業をしてるんですかっ聞いていいですか、うんですね、あ,あいいですよはい私は社内本役をやっております、はい、あの日英職場スムーズ化にいらっしゃるのかと思ったんですけど、うん、とてもあのいつもはこのようなお話をする機会はあるんですか あ、まあそれはありますね。あの私の上司も同僚もあの日本人ですので、はい。あ、まるで東京東京にいるような感じです。<laughs> 職場がイギリスにいながら、はい。あの日本語はどのぐらい学んでいらっしゃるですか。そうですね。私は十四歳に日本語を習い始めて、去年ですね。この近くの日本語教 この近くの,あの日本語教室まで通いました、はい、その時14歳から14歳からですはいなぜなら、うん、あの日本で、えー、空手を習う大きな夢を持っててですね、はいはい、そのために日本語を習っておいたほうがいいと、はい、でその時に私は日本語ができる空手の先生に恵まれましたのでイギリス人です、はい、やっぱり、はい、私も同じようなことをしようと。 決めました。今も空手も続けてらっしゃるんですか。ざ、今はですね、イアイドをやっております。<ー>はい。精神統一のための。はい。あの、今日のためにも非常に役に立ちます。あの、ずっと日本の社会で、あ、日本人、に、に日本の会社で働いていらっしゃる。そうですね。私は若い時からです。若、はい。はい。これからもずっと働いていきたいですか。 そういう機会がありましたら、もちろん。あの、私は今日、あの、グレームさんにスマイリーグレームさんというあだ名をつけさせていただきます。ありがとうございます。あ,あの大変面白い話で、ありがとうございました。あの、三十年間というのは、グレームさんの半分、人生の半分以上ですか。<laughs> なりますね。はい。<laughs> そうです <laughs> で。イギリスの会社に勤めたこともあるんですか。<laughs> <laughs> あ、ごめんなさい。イギリスのイギリスの会社に勤めたこともあ、もうありますね。一、え、二、ー、年間ぐらいです。一二年間だけです。はい、えー。でもそれも日本か日本としこう商売をしている会社でした。はい。日本と関係を持っている会社ですで。そうすると日本人の扱い方とかイギリス人の扱い方の文化摩擦というのをいつもテーマに仕事をなさってるわけですよね。いやまあいつ直面してることですね。職場でははい。うん あの三十年間でいろいろなさまざまな業種に就いたと言ってますけれども、うんうん、あの例えば今はメーカーさんにいますよね。はい、他は例えば金融とか違う業種に入ってたんですか。あ、最初はですね流通関係でした。流通関係。はい、ロンドン空港の、えー、で働いておりました。あそれも日系関係です。えー、その後は、えー、まあ自動車メーカー、自動車、えー、ですとか移動移動通信。 技術ですとか、本当にあのうんあの幅広い、えー、分野を経験しました。はい、あの多分経験からだと思うんですけども、うん、あの日本人は数字に細かい、うん、イギリス人は大雑把。うん、でこれはあのイギリス住んでるとわかりますよね。通 <laughs> 学はみんなダメですよね。<laughs> ごめんなさい。二 <laughs> 番目のあの言葉と会話という話でしたけども、うん、あの 考える時間を与えないと日本人はついていけないっていう。はい、逆にイギリス人にとっても日本語を勉強している人にブラブラブラっと早く言うとやっぱり考える時間を与えなきゃいけないです。ああ与えてくれさえ同じですから、ね。やっぱり外国語を学んでいる人はみんな同じですよ、ね。そうですよね。三、はい、番目のあのえっ、ー、と言葉と会話ということでしたけども、うん、あのあこれが三番目か三番目はあれですか。 ちょっと一個ずれちゃってごめんなさい。あの最初言ったのはイギリス人は爪が甘い,とい話、ね。そうですね。責任感ね。一爪は責任感でしたね。そうですね、はい。よく言われますね。はい。うん、あの爪甘くないです。ちゃんと爪詰めてますか？私ですか、ええあ？できるだけはい。あのまああのそうですね。私がイギリス人にもう少し責任感を持って仕事をしなければならないできませんよってあのこう。 アドバイスをしてる方ですから、うん、自分も手本を見せないとダメですよね、はい、ちょっとじゃあかなりお手本のそれは上司に聞かないと分かりませんけれども、うんはい、でも意識してますね、はい、あの例えば日本企業が肌に合うっていう感じが私はあのグレアムさんはね、うん、日本企業が肌に合うっていう感じがするんですけどああす自分でもそう思ってますか まあ日本企業しかしか知りませんからね <laughs> はい。<laughs> 合ってると思いますけどいや私の性格には合ってると思います良かったです<は>どうもありがとうございましたすみませんはい、<laughs> ありがとうございます OK、well, ladies and gentlemen we've heard eight excellent speeches this afternoon and as you may imagine it takes a lot of time and effort to Prepare and perfect and polish speeches to such a high standard. So please let's show our appreciation for all today's finalists. Okay, so now we'll have a short break while the judges make their deliberations, and it will be a very difficult de decision, I'm sure. Please return to this room for the award ceremony at six o'clock. The award ceremony will be followed by the reception upstairs. Thank you very much.